係数値データの統計的推測。係数値データとは、1個、2個と数えられる量のデータです。この動画では、二項分布を用いて、係数値データの統計的な取り扱いについて解説します。二項分布の確率関数は次のようなものでした。NX を自然数とすると、確率変数 X の確率関数はこのように二項係数とパラメータ P の X 乗 1-P の N-X 乗で表されます。そして二項分布に従う確率変数の平均は NP、そして分散は NP カッコ 1-P です。ではまず二項分布のパラメータの点推定について考えてみましょう。二項分布のパラメータは P です。テキストの例題を使って解説したいと思います。例題の 9.1 を見てください。ワールドカップサッカーの視聴率に関する問題です。600世帯を調査したところ、275世帯が視聴していた。視聴率というのは見た、見ていないという2つの事柄を表すものなので、二項分布とみなすことができます。600世帯を調査してますので、二項分布の 600P です。この二項分布のパラメータ P を推定するとします。自然に思いつくのは、データの比率をそのまま P の推定値にするものです。600世帯のうち275世帯が視聴していたので、この視聴している確率は N 分の X、つまり600分の275、約 0.46。これが自然に思いつくパラメータの推定値です。この直感的な推定値は理論的にも妥当な推定量となっていて、これは普遍推定量にもなっています。実際に調べてみますと、普遍推定量というのは、この推定値の期待値が元のパラメータに一致するかどうかです。計算してみると、推定値 N 分の X、この期待値を取ってみると、期待値の計算は定数倍は前に出すことができますので、N 分の1の EX、そして X の期待値は NP なので P となりまして、推定したいパラメータに一致していますので、これは普遍推定量です。それで、これを使うのは妥当だと。直感的にも思いつくものですが、理論的にも妥当性が言えるということです。では、別の方法で推定してみましょう。前に学習した左右法を用いた点推定をしてみましょう。少し問題を優しいものに変えたいと思います。5打席のヒットの数というものにしたいと思います。次の問題を考えてみましょう。あるバッターの5打席のヒットの数を3回調べたところ、ヒットの数は1、3、2であった。5打席のヒットの数は二項分布 B5P として、P を左右法で推定してみましょう。テキストの283ページを参照しながら見てください。誘導関数を LP と置くと、これはこの3つのデータに関して確率関数を掛け合わせたものです。つまりヒットの数が1、3、2なので X に1を代入したもの、3を代入したもの、2を代入したもの、これを計算します。整理してこのようになります。そして左右法というのは誘導関数を最大にする P を求めるというものでしたので、この関数 LP を最大にする P を求めます。P で微分して、このようになります。整理して、これがイコール0になるものですので、これが0になる P は、0と1は除外しまして、5分の2。これが誘導関数を最大にする P で、
0.4、 このように推定値が求まります。つまりこれは全体の打席の数、5打席が3回なので15分の1回3回2回を足したもので、データ全体のヒットの比率になっています。つまり先ほどの例題 9.1 で求めたものと同じで、このように普遍推定量も最優推定量もまた直感的な推定量も一致しているということが見て取れると思います。最優法を図で書いてみますと、 B5P の P の値を変えて、2つ書いてみまして、データが1、3、2です。ここのこの関数の値、この掛け算が一番大きくなるような P を求めています。これが最優法です。このように係数値データの場合も確率関数の定義域が離散的にとびとびになっているというところ以外は、計量値データの時とほぼ同じように統計的に扱うことができます。次の動画では二項分布の統計的な扱いについてさらに解説していきます。